川越と三須原駅と川越の町屋さーき川。友も橋から下流型の川越火力発電所を望む、川越町郷土資料館川越郵便局川越町、総合センター、三重県立川越高等学校川越町は、三重県三重郡に属している町である。三重県北部の北勢地域に分類される。中部電力の川越火力発電所、伊勢湾岸自動車道の三重。 川越インターチェンジを要する。三重県内では隣接する、朝日町に次いで面積が小さい自治体である。中部電力川越火力発電所が立地している。ことから、固定資産税による収入が多く財政状況は、良好である。衆議院議員選挙の選挙区は、三重県第三区。三重県議会議員選挙の選挙区は、三重郡選挙区。 農家数自給的農家販売農家主副業分類で、主業農家純種業農家、副業的農家専権業分類で、専業農家第一種兼業農家、第二種兼業農家川越火力発電所、川越町内の郵便番号は、510から 81XX で、周廃業務は、四日市郵便局が担当している。 天神地区豊田地区正児市の菊田川ラフ屋敷杉の木豊福八端田西屋敷天神南大城の内宮田はじめの割2の割3の割4の割5の割678の割この新規歴史高松地区正児中島八万大館や宇野森ふるさと里中関川原天神萩尾鯨松川下龍宮山吉野歴史豊田一色地区正児国春立町 中筋通然老藤島東、川原三竿で、高島北浦屋敷南割、古神殿歴史南福崎地区昭治川新田五町縄、大正割西古川中古川明治割宮中、畑新田里中新規最後口歴史上吉地区北、福崎地区。係割宮下宮,下宮西上立割道下亀主地区、宮前屋敷百坪縄生、 新田亀崎地区新海下神殿南神殿、中新田里中色割葉、ひとし割保編割、堤下東神殿地区宮前中通り、足山横割、長池北河原下の割屋敷西川原出口、福崎豊田地区の石取祭りの祭り社天神町の石取祭りの祭り社豊田一木地区の石取祭りの祭り社南福崎地区の石取祭りの祭り社、 衆議院小選挙区図三重県選挙管理委員会県議会議員の選挙区と定数アーカイブの2011年4月21日アットザウェイバックマシン三重県選挙管理委員会タイトルイコール三重県川越町農林水産省2020年7月5日閲覧川越町二23ページありがとうございます